スピルバーグは日本の競争馬。主な勝ち倉は2014年の天皇賞。馬名の由来は人名。東京競馬場の二歳新馬戦でデビュー、単勝一番人気に支持され勝利を挙げた。これ以後、年内は出走がなかった。年明け初戦となった500万条件ではフェノーメノに二馬審査の二着となったが、共同通信杯では、 ゴールドシップディープブリランテに次ぐ3着。地走の500万条件は4着。毎日杯でも3着と敗れ、賞金を加算できなかった。その後東京優春のトライアルプリンシパルステークスに出走、単勝一番人気に応え勝利。優先出走権を得て出走した東京優春では14着と、大敗し、その後休養に入った。1年以上の休養後、 一千万円以下クラスへ、高級となって出走した、日高特別では6着に敗れた。その後は、神奈川新聞杯、ノベンバーステークスと、自己条件戦を連勝し、再びオープンへ昇級した。休養明けで本年初戦となった、名ステークスを、後方からの追い込みで勝利したが、再び休養に入り、休み明けの毎日王冠では3着に敗れた。 自走の第150回天皇賞は、イスラボニータ・ジェンティル・ドンナ・フェノーメのエピファネーアら、GI 優勝馬6頭が集まった中、本馬は唯一の重賞未勝利馬でありながら、単勝5番人気に押された。レースは4コーナー14番手から直線で外を突き抜け、内を通ったジェンティル・ドンナや、イスラボニータなどを差し切り優勝。重賞初制覇を GI で飾った。 馬ッの山本秀俊氏にとっても、所有馬初の GI 勝利となった。また、騎手の北村博士、調教師の藤沢和夫にとっては2006年に、ダンスインザムードで制した、ビクトリアマイル以来、実に8年ぶりの GI 制覇であった。続く、ジャパンカップでは、メンバー中最速の上がりサンハロン34秒8の、末足で追い込んだが、前を行くエピファネア。 ジャスタウェイを捉えきれず3着に敗れた。また、有馬記念のファン投票では、4764票を獲得し9位となるも、出走は辞退。大阪杯から主導し4着。その後、イギリスに遠征し6月のプリンス・オブ・ウェールズ・ステークスに出走したが、6着に終わった。帰国後、10月の毎日王冠では10着。連覇を狙った。 天皇賞でも10着と惨敗。レース後の11月4日、現役引退を発表、11月8日付で競争馬登録を抹消された。引退後は、ヤシロ大スタリオンステーションで種ボバとなる。2016年より、ヤシロ大スタリオンステーションで種ボバ入りした。2018年12月、ブリーダーズスタリオンステーションに移動した。2020年10月14日、 ブリーダーズスタリオンステーションからイーストスタトに移動した。ありがとうございます。